お題は、はい、何が中堅のようにだよ。そうですよ。初公じゃないですよ。初公じゃないですよ。立ってなきゃいけない。はいはいはい、そうですよね。人のスタジオから日本酒持ってきやがって。そうですよ。はい、誰よりも早く。こいつはいいや、こいつはだって。もう、これで一杯やろう、ほぼ終わったら。はい、行こうか、みたいな。そう。あとで紹介しますけど、タイガースのお酒が来てね。そうなんですよ。どういうことですか、これ。ハクツル酒造さんから。はい。いいね、これ。タイガースラベルですね。ハクツルね、関西ですからね。はい、タイガースファンの方多いんですよね。しかし、だってオープニング始まって38分だけどさ、タイガースの話してるのうちだけだろ。本当だ。タイガース、タイガースってな。どの字も出てこない。どの字も出てこないでしょ。ドジャースでもなく。どの字も出てこない。俺昨日カージナルス見に行ったんだよ。もうメジャーですね。ライブさ、はい、枝豆さんと、はい、枝豆とタカとな、はいはいはい、タカと、ええ、それであのそこの二人にあの鬼越トマホークが聞くっていう、すごいですね。もう芸能界最強は誰か、一番悪いのは誰か、悪い、はいはい、悪い方の、一切喋っちゃいけない2時間だったね。もう呆れたね、はいうん。面白かったけどね。もうドジャース第2戦やって吉野部が投げてるっていうのに俺はカージナルス見てたんだ。いいですよね。もうショックでした。もう一平だ一平、一平ショックで。さあはい、ちょっとな、吉野君打たれんじゃないかなと思ってさ、ね、第一戦の時はもう気持ちよく見れたよ。よかったですよね。ヒット打ってさ、昼間流れたあのニュースで、もうショックでさ、本当ですよ。もうお口直しの鬼越トマホークだよ。鬼越トマホークとカージナルスのライブに。そう、独特対談。ね、やっぱり。もう独特しかったよ。やっぱりたまにあの、そういうスパイス見たいですよね。スパイスすぎて、どこだったよ。スパイスすぎるけど、でもスパイスたまんないんですよね。家業がまずいからね、あいつら。はいはい、そうですね。家業がもう、人に言えないからもうね。そうね、面白かったね。さすがだよ。言えない。よくそれでさ、ミヤネ屋とか出てるよ、コメンテーターでな。そうですね。もう捕まえろっつうんだよな。いやいやいや。そんなこと言っちゃう。本当ですよ。本当綺麗な格好してね、ビシッとされて、そうそうあの、世の中を切られてますけどね。そうだ。まあしかし、まっちゃんも昔はそうだね。一平ちゃんやってたんだよな、CM。そうなんですよ。元祖一平ちゃんだよ。一平ちゃんですよ。はい。ラブエシンペイシンペイキンペイタイヤコンペイトンデーじゃなくて、一平ちゃんですよ、はい。元祖な。一平ちゃん、はい。覚えてる、はい、あなた。覚えてないです。一平ちゃんだったらやめられないってコマーシャル。CM やってたんだよ。コマーシャルやってたんですよ。一平ちゃんだったんだよ。はいはい。そう、この写真の。焼きそばとかやりましたよ。これからすごかったんだよ。一世風靡したの結構な。はい、もう。まっちゃんがもう一平ちゃんになって。で、ずーっと CM やってたの。はいはいはい。焼きそばとかやりましたから、ね。元祖一平ちゃん。なんだろう、見てたのに全然記憶に残っていない。これだよ。そうですよね。でもほら、大谷からさ、横に座りいて、こう、7億ふーっと持ってってもわからないっていう話じゃないこれさ。昨日オープニングでいきなりさ、死ぬかどうかおかしかったのさ。はい、あの、折り声つないじゃん。はい、2人だろ、はい、それで、枝豆とタカがいるじゃないですか。はいはい、いきなりさ、枝豆にさ、はい、あれですよね、枝豆さんあれですよね、タケシさんのそばにいて、7000万ぐらい持ってってますよ。俺は5000万だなって。結果も、たけしさんに向いたら、持ってってんですよ。若い通帳。言うんじゃないよ、若い人の口座から持ってくな、お前。で、わかんないですからね。その話を、つかみです。ちょうど旬だったから、よくおかしかった。そういうことだろ、はいはいはい、そばにいたら。うん、な、まあまあ、ちょっと、印鑑も預けちゃったことだろ。印鑑って今時使わねえか。使わないですね。そうですね。ネットの方とかがあるんだね、今はね。どうやってネットでピッピッて払っちゃうの、ネットバンクとかもあったりするんで。それでお金取れちゃうね。やっぱり、まあちょっと、わかんないですけどね。この、で、情報が出てるとそういう情報になってますけど。そうなんだな。印鑑はいらないんだな。印鑑はいらない。枝豆が絶対5000万はいってるって言って、お笑いしてる。大変ちゃんだよ。同じ例えだよな。そういうことだよ。実際そういうことですよね。なんか、人が良さそうにさ、キャッチボールなんかしちゃってさ。そうですよ。それでお金持ってっちゃまずいよな。本当、もう、いかんですよね。どうですか、磯山記者。どうですか、この問題解説。全然喋りたくないです。今黙ってたのに。野球好きじゃないですか。野球好きとこれはまた関係ないですよね。太鼓っていう文字が踊ってますけど、一面に。ちょっと関係ないですけど、なんかすごくいいコンビだったからこそ、なんかコンビですごく人気だったっていうのもあって、ね、あの、WBC もそうでしたし、ずっといたもんな。ずっといらっしゃってたんでね。バットまで運んでさ、なぁ、運転してこんな最高のバディないですもんね。お金って怖いなっていう話ですよね。お金は怖い。本当に。本当だよ。お互いに、あの、やっぱり平の名前があるじゃないですか、一平と。翔平、平があるじゃないですか。飛ぶ平と書いて、翔平と。翔平ちゃんはあれじゃない、鶴瓶の部じゃない。翔平ちゃん一周行ってきましたよ、私は。それ、鶴瓶行ってきました、一周行って。翔平行った行かないじゃなくて、鶴瓶の部だろ、翔平の部は。あっちの部は、あの、瓶の方ですよね。瓶だよ。はいはい。こっち平の、三平門下の先生が大好きなの。でも一平っていうのいるんだよ。はい。三平になったんだよ。そう、三平になったのよ。あれ一平が三平になって、笑点下ろされたんだよ。はい、そうそう。笑点、早々と下ろされたんだよ。あれ一平だからね、もともと。そうですね。林家。
ゃないですか。ラブヘイ新平、シュウヘイの、うん。はい。そう。一応、大谷翔平さんと一平って、平平でこう。どういうこと？平平コンビじゃないですかね。ペペイ、ペペイ、ペペイです。あ、そう。あ、そう、ありがとう、ありがとう。余談だけどね。そうそう。和漢戦争急ぎだの夜だーみたいな、ありがとう、ありがとう。ありがとう、ありがとう。怖い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 。そうだよ、だいぶ、ペペイだ。ペペイ、どういうことですか？平と平と同じ名前があるわけですもんね。どういうことですか？同じ名前って。それがやっぱり同じ名前があるので。お前、生命犯罪やってんの、お前。そうです。細木和子です。細木和子です。私が、見ましょうか。私が細木です。先生、見ましょうか。見なくていい。そうです。一平のペイと、大谷翔平の平って、やっぱり、前にやっぱりね、同じ名前があるっていうぐらいこう、ヘイヘイポーラーみたいな、そうですね、やっぱり一心同体の感じじゃないですかね。あ、そうなの、うん、と思うんですよね、僕やっぱり、はい、はい、細木家、細木和子的には、細木的には、もう細木も娘に代譲ったから、2代目にね、そうですね、2代目に代替わりしたし、みんな代替わりしますよね、代替わりするよ、日刊スポーツの占いも代替わりされてますよね、日刊スポーツ、気がついたら代替わりですよね、あの占い人気あんだよな、そうそう、エナさんの頃から、この間、花田さんって編集長に会ったらさ、俺は日刊スポーツ撮ってんだけどさ、まず占い読むんだよ、あれが楽しいんだよって、まずあれから読むんだよって、日刊はって言ってたよ。で、わっちゃんとしてはこれ、大阪行って、江夏豊さんとこの写真はね、これ、江夏豊さんに見えるかもしれませんけど、写真があると通称吉田よしおさんです。まだ生きてました？いえ、お元気ですね。御年90歳。90歳。何やったのこれ？吉田よしお90歳の朗読会があったんですよね。うん、ABC ラジオの朗読劇、朗読の会、お客さん入れて、まちゃんが参加して、で君何やったの？僕吉田よしお役ですよ。え、吉田？そうです。吉田よしお役。え、トーリーもいるんだろうって。そうそう、トーリーもいる。トーリーは客席です。客席で見てるんですよ。ほんで最後出てくるっていう。めちゃくちゃセリフあるんですよ、だって吉田監督。そうなんですよ。じゃあどんな感じなの？ちょっと、パッと朗読劇、じゃあ何人かで絡むのね。そうそうそう。それで？もうちょっとこう、宣伝の会話ですね。野球の道具が揃わない時代がありました。バットはその辺の棒切れで三角ベースでした。食糧難の時代でいつもひもじい思いしてましたが、それでも面白かった。野球が面白かったなぁ。私90歳。切れ間がない。切れ間がない。でもね、野球が好きです。野球！野球！野球ってそっから始まるんですよ。朗読劇が嫌な始まり方だね。僕の野球の言葉からぐわーっとみんなが始まって、それずっと朗読劇1時間ぐらいあるんだろ。やるんですよ。ずっと吉田よしおになってる。僕吉田よしおさん。たまにパンチョ伊藤さん、パンチョ伊藤さんだったり、パンチョだったり、阪神1位今岡誠、2位関本健太郎ってパンチョ伊藤さんだったり入ってくるぞ。そこに朗読劇の名場面があって、最後今年去年の優勝の時に吉田よしおさんが岡田監督の胴上げを見ながら吉田が電話するんですよ。岡田に電話、お前や、岡田に電話やってて、岡田監督が、え、岡田監督が、え、ただいま、留守にしてます。うん、ピーッと、岡田、留守電やなって、それで、一回終わるんです。一回終わるんです。それ、岡田、留守電やなーって、この、一幕が終わる。一幕が閉まるの？終わるんです。それどんなお芝居だろ、それ。結構ね、感動狂言で、僕ね。岡田監督って、自分で吹き込んでんの、留守番電話の。入れてないけど、やっぱアドリブで僕が。アドリブで入れたの。アドリブだろ、それ。岡田監督も出て。ちょっと出て、アドリブで入れたんですよね。ほんで、まあちょっと途中で、吉田芳雄さんのお兄さんが、亡くなる間際に、え、吉田さんのお兄さん。お兄さんが亡くなる間際に、監督祝いで、吉田監督、第一次政権の監督になったんで、お祝いを持ってきて、それ亡くなるシーンの芝居がね、その、お祝い持ってて死じゃの？持ってきてからそれから数日後に亡くなるんですけど、その時の芝居のやってるうちに、ピアノの演奏と一緒に僕ちょっと涙が止まらなくなりました。お前が泣いてどうする？お前が泣いてどうする？泣いて、もう途中で言葉が出なくなったんですよ。泣いちゃったんですよ。やっぱ感動なんです。僕入り込むタイプなんで。お前が泣いちゃったもんね。僕入り込むタイプなんですよ。こまわなくていいんだよ、そんなに。最後に涙。泣かすんだよ。はい。泣いて。お前が泣いちゃったの？僕が泣いたんですよ。泣いて始まらなくなっちゃった。ちょっと。落ち着いてからそれからまた始まる。お兄さんのエピソードが頭から、ね、ちょっと感動しました。吉田さん本人はどうだったんですか、そのピアノは。寝てた？吉田さんは、客席いらっしゃって、一通り朗読終わってから、ありがとうございました本当に、松村君、ありがとう。そして、ピアノの本当の皆様って、ありがとうって、みんなに一人一人お礼を言われて。あ、嬉しかったんだね。もう、私の人生の物語やっていただいて、ありがとうございました。野球！
野球野球ってこの。何それ野球野球野球。いや、これ大事なキーワードなんですよ。合言葉なんですよ、ね。合言葉なんですよ。合言葉みたいな感じ。そうです。野球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 吉田芳雄90歳。あ、そういうタイトルなんですね、タイトルで。はいはい、それをその日一回公演でやったの？そうです。あれ二部もありましたね。二部じゃない、一回二回、1日2回公演、それ二週間やってるとか。一日二回公演やりました先生。でそれを毎日やってるわけ？一日だけ？一日だけですね。あ、それを聞いて。はいはい。一日だけ ね、一部と二部で。一部と二部。はい、やりまして。もっとやってほしいな。お客さんいっぱい入ってたの。お客さん入っていただきましたね。それみんな吉田芳雄さんのファン。ファンの方ですね。タイガースファンの方がいらっしゃっても結構多くて、今日は遠くから。ありがとうございました。いいな、ね、吉田さんに会えるならね。吉田さん、はい、はい、そういうことやってんだ、大阪の人。そうなんですね。関西だな、やっぱりな。もうね、良かったですね。愛されてますね、吉田さん、はい、愛されてるね、地元で。ね、元気そうで、でも写真見る限りはね。いや、本当ですね。うん、はい、わかりました。はい。石田も関西行ったの？私は関西に行きましたけど。お前誰物語？誰物語やってたの？私は全然違います。誰も、あの、え、青谷のり子物語とかやってたの？それやったらいいんだよ。確かに。石山ちゃん、山田雅さんと一緒にやるんだよ。山田雅と磯山さやかツーショットデコロ語りやるんだよ。青谷のり子物語で、あんた下品ねって言えばいいんだよ。あれ、あれまで。下品ね。じゃあそろそろ参りましょう。はい、あなたが楽しみにしていることを大募集。はい、高田文夫と松村邦洋と磯山さやかのラジオビバリーヒルズ。さあ、そういったわけで今日はですね、プレゼントもいろいろありますので、たくさんありますよ。はい、メモをご用意してください。今日はプレゼントいっぱいありますよ。そんなこんなで、じゃあ今日も1時まで生放送。愚痴の減らないやつ、この時間は白鶴酒造がお送りします。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか？はい、両腕を広げて、そのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。ビッグカメラ新生活応援セール、冷蔵庫洗濯機がセットで税込み49,800円、パソコン4点セットも税込み39,800円。さらに 10% ビッグポイントサービス、配送設置もお任せください。詳しくは店頭またはウェブで。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたも救済の対象かご確認を。お電話は0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送ラジオビバリーヒルズ。さあ、それじゃあメールの、ね、募集ですね、はい、今日のテーマは、はい、今あなたが楽しみにしていること、楽しみということで、メジャーの開幕戦もね、韓国で盛り上がりましたが、いよいよ来週の今日はですね、金曜、日本でもプロ野球が、はい、開幕するということでございます。はい、まあ、野球行くの楽しみとか、春から社会人ですとか、デートが楽しみです。あとは漫才協会ザ・ムービーが楽しみとかね。いいね、地方でもこれから始まりますからね。はい、どんなことでも構いません。送ってください。楽しみにしてることを募集。はい、はい、今日はですね、白鶴酒造さんから素敵なプレゼントがあります。もうビバリーではすっかりおなじみの白鶴酒造では、阪神タイガースのコラボ商品、白鶴酒カップ、阪神タイガースラベル 200ml を数量期間限定で全国発売中です。はい、ラインナップは6人の 6人の人気選手、はい、そして岡田監督を加えた全7種類でございます。ね、ね、あとは背番号と直筆のサインをプリントしているということでございます。いいね、これね、はい、今日はですね、全てのメールファックスの中から抽選でこの白鶴酒カップ阪神タイガースラベル 200ml 30本入りを5名の方にプレゼントいたします。はい、こうだ、箱で来る感じ、ね、はい、タイガースファン以外の方もタイガースを飲んでやるというね、楽
楽しみを、はい、ね、楽しみながら飲んでみてください。ドジャースファンでもいいですか、我々みたいな。そうそう、はい、大丈夫です。ドジャースファンだったんですね。昨日言ってないですよ。昨日カージナルスじゃないですか、ドジャースじゃなくて。なお、応募はですね、20歳以上の方に限りますので、お気をつけください。俺75だから大丈夫だ。大丈夫です。受付メールアドレスは、hills@1242.com、ファックス番号は 0570-02-1242 です。本名と電話番号、必ずお書きください。忘れずにお書きください。週刊 IQ クイズへの自動エントリーとなりますので、クイズ出たくないという方はノークイズなど一言添えていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、誰も注意しないです。今度オープンするお店、でっかい水槽とか置きたいよね。オープンまであと3ヶ月。彼はまだネットワーク環境のことに手をつけていない。果たして無事オープンできるのか。あと観葉植物とか。開店の際はお早めに。ご相談ください。NTT 東日本。金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。高島彩のナスバのお話。車に注意、でももしも事故にあったら、12病院ににナスバ。ナスバは事故の後も被害者を支えるのよ。事故にあったら12病院ににナスバ。助けながね、国土交通省ナスバ。中川家のレイジです。強しです。今日の中川家ザラジオショー、ゲストは M1 準優勝のヤーレンズ。レイ君は本を出そうとのコーヒー好き。こだわりも聞きたいね。奈良原君はデートした女性からあんなヤバい人なかなかいないって言われたらしいよ。モテないエピソードも聞きたいと思います。放送は今日お昼1時から。文雄のちょっといい話。この時間は高立地続々オープンハウスがお送りします。バナナは1本ずつビニールで包んで冷蔵庫に入れると傷みにくいということはあまり知られていないが、オープンハウスグループがマンションを分譲していることもあまり知られていない。実は23区マンション供給棟数ナンバーワン、オープンレジデンシア。林家ペイさん、今日は誰の誕生日ですか？今日はね、葉っぱふみふみの大橋巨星さんのバースデーなのよ。あとはね、草間彌生さんに、 NHK アナウンサーだと山内元代さんにね、その後その後輩だった宇藤由美子さんも同じ誕生日ね。スナック由美子に肉まん持ってかないと。元気だな本当に。、うん、さあ今日のちょっといい話は、はい、はい、高田先生のブログでも紹介されてますけれども、ね、うん、ビバリーヒルズでもおなじみ長澤貴弘さんの個展顔展が、はい、東京がですね、神楽坂のギャラリー8A 校で開催中です。ちょっとこれ分かりづらいんで奥まってるんでね。そうですね、ちゃんと調べてから行ってほしいですね。神楽坂ですね。だからポツンと寂しそうにいるんだあいつが。集まってる天の中なのよ。そうですよね。探さないと。まあ、自費出版でも自分が好きな人だけ書いたという愛のある肖像画集もね、発売されていますけれども。今回はね、鉛筆がつってね、鉛筆でね、はい、細かく抹茶の顔とか、俺の顔とか、ね、太田くんとかな、いっぱい書いたんだよね。びっくりしましたけど、場所はですね、新宿区屋来町32-2です。はい、住所から。地図に入れてもらって、32-2でございます。明日までしかやってませんから。本当に住宅街の中にひっそりと佇むギャラリーなんですけれども、作品集、愛の肖像画、長澤貴弘の冒険も手売りしております。これです。これがもう自費出版で本を作っちゃった。はい、しっかりとした本でございます。今ね、スタジオにもありますけれども限定です、こちらね。はい、今日はですね、こちらを3名様にプレゼントしたいと思います。3名様、はい、今日のテーマ、今楽しみにしていることも添えて、はい、hills@1242.com までお送りいただけたら嬉しいです。ね、はい、これもどうやって書いたかとか説明も全部書いてあるし、そうですね、あといろんな人がね、はい、YMO から何からみんな書いてるからね。はい、高田先生もですけど、まっちゃんもそうですし、書いてます。ナイツの花輪さん、はい、一之助さんも、あと爆笑問題太田さん、水場白檀さんもいい優しい顔してますもんね。白檀さんも優しい。なかなか見ない優しい顔してます。はい、はい、ということです。はい、
で、これ固定は明日までかな。明日までです。固定明日まででございますので、うん、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。これがね、ちゃんとやってくれないとね、また俺お米送んなきゃいけないんだよ。今時さ、お米送ってるやついないだろ、絵描きに、貧乏絵描きに。米送ってんだよ、未だに。はい、うん、皆さんのおかげで長澤さん生きれてますから。みんなに甘えて、この男はね、自分から動かないから。はい、告知も俺だけだから。自分から告知何もしたいんだから。確かに。俺のこの情報だけで、みんな頼りに行くんだから。ここではもう 100% 認知度あるんですけども。そうなんだ。先生、はい、そうだよ、うん、はい、ということでたくさんのご応募お待ちしております、はい、待っております日本放送高田文夫と松村邦夫と磯山さやかのラジオビバリーヒルズ BBY ビバリーヒルズ BBY バリアフリーは設備だけではありません。大切なのはあなたの心です。駐車場では移動に制約がある方のためのスペースを空けておいてください。心のバリアフリーをあなたから。バリアフリー設備の適正利用にご協力を。セーフ広報各食品の現金どんや日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。いよいよプロ野球が3月29日に開幕。日本放送では巨人対阪神開幕3連戦を土日のデーゲームも含めて完全実況生中継。今シーズンもプロ野球は日本放送でお聞きください。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。ここで千葉工業銀行がお送りする産経新聞ニュースです。ニュースデスクの畑中さん、お願いします。はい、お伝えします。今日午前9時過ぎ、熊本市中央区の路上で血のついた包丁を持っている人がいるという内容の通報があり、消防によりますと現場で少なくとも女性3人が怪我をしました。で、警察はその後、飲食店店長の奈良孝明容疑者29歳を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。女性の少なくとも1人は奈良容疑者と面識があるという情報があるということです。東京株式市場は今日も株高傾向が続き、日経平均株価は一時節目の4万1000円を突破しました。取引時間中の市場最高値を2日連続で更新です。前日のアメリカ市場での株価上昇の流れを引き継いだほか、外国為替市場で円安ドル高が進んだことも影響しました。で、午前は昨日より28円87銭高い4万844円53銭で取引を終えています。政府の能登半島地震の復旧復興支援本部で、今日液状化の被害を受けた住宅地の再発防止事業を拡充する方針が示されました。自治体が再発防止に取り組む際に、国の補助率を通常の4分の1から2分の1に引き下げます。岸田総理大臣です。液状化被害について、被害エリア一体的に液状化対策に取り組む際の国の補助率を2分の1に引き上げ、柔軟に対応いたします。で、合わせて被害で傾いた住宅の修復などに最大で120万円を補助する方針も打ち出しました。こうした中、天皇皇后両陛下が地震の被災者のお見舞いのため、今日石川県に到着されました。訪問は日帰りで、輪島市と珠洲市で避難生活を送る人たちに面会するほか、被害状況を視察されます。自民党派閥の裏金事件をめぐり、野党が求めております、これまで衆議院政治倫理審査会で説明していない45人の出席に関し、立憲民主党は与党の一角を占める公明党に協力を求めました。審査会の幹事懇談会終了後の立憲民主党寺田学部議員です。公明党さんが賛同して、申し立てを行うことができなければ、まあ、政倫審の役割は、まあ、この件に関しては終わるわけで、まあ、45人が国会で説明をせずに逃げ切るかどうか、公明党さんとして、まあ、その意思が問われていると。
公明党は持ち帰って検討するとしています。トヨタ自動車グループのトヨタ自動織機の認証不正問題をめぐり、斉藤国土交通大臣は記者会見で、今日午後にトヨタ自動織機から再発防止策の提出を受けると明らかにしました。法令遵守と再発防止に向けた取り組みをしっかり進めていただきたいと思います。国土交通省としては再発防止策の実施状況等についてしっかりと確認をしてまいります。国土交通省は先月出した是正命令で1ヶ月以内の報告を求めていました。おしまいに、東京秋葉原のトレーディングカード専門店で人気アニメ遊戯王のカード1枚を盗んだとして、住所職業不詳の高篠空容疑者22歳ら2人が窃盗の疑いで警視庁に逮捕されました。盗まれたカードは遊戯王の聖眼の入るマニアの間で高額で取引されているレアカードで、販売価格は1枚でおよそ500万円でした。この時間のニュースは以上です。ありがとうございました。おっと、監督がベンチから飛び出しました。判定に抗議ですかね。どうやら抗議じゃなくて抗議です。千葉抗議です。みんな笑顔になってますよ。地域密着ですね。もっと身近に With You 千葉工業銀行です。千葉工業。続いて、網戸のことなら日照がお送りする日本放送天気予報です。今日の関東地方はすっきりとした青空が広がっています。この後も広く穏やかに晴れるでしょう。東京も今日は晴れ、最高気温は平野部では12度前後のところが多く、昨日と同じくらいの予想です。冷たい風が収まる分、今日は日差しのぬくもりを感じられるでしょう。各地で空気の乾いた状態が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。土日は低気圧や前線の影響で雨が降るところもありそうです。以上、お天気でした。フィギュアスケーターの渡辺美です。網戸のことなら日照にお任せですよね、日照さん。どんなサイズの網戸でも、どんな窓にも網戸を作り続けて半世紀以上の歴史を持つ日照が諦めずに作ります。その網戸、諦めないで。諦めないで。網戸のことなら日照。続いて、日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、神奈川県の小倉山トンネル出口付近で事故のため、現場は通りにくい状況になっていて5キロ渋滞しています。さらに東京都の八王子城跡トンネル出口付近でも事故のため10キロの渋滞です。内回りは特に狭山日高インターを先頭に11キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の日野バス停に故障車が止まっている影響で9キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に東名川崎インターまで17キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。4号線の下りは永福で乗用車4台の事故のため外苑まで7キロ渋滞しています。この後も安全運転をお続けください。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時27分頃お伝えします。この後はまっちゃんがリスナーと対戦、週刊 IQ クイズです。梅沢富美男劇団特別公演、梅沢富美男&研ナオコ、あっと驚く夢芝居、4月15日高崎芸術劇場大劇場、22日ティアラ高等大ホール。チケットのお問い合わせは03-3355-3553 IS まで。ババババンズフリー、ババババンズフリー。それ何の歌？え、知らないの？ボンズフリー、完全無料でオンラインゲームが遊び放題。
いつでもちょっと空いた時間に遊べるからめっちゃ便利。なんか歌も癖になるけどゲームも楽しそうね。ボボボボンズフリー。ボボボボンズフリー。おいしいルルルレバンバタロール。わ、いい香り。柔らかい。マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルヴァンバターロール。鶴瓶師匠、6月にマニアックな落語会に出るそうですね。そうやがな、うちんとこのこの平次と高田先生についてる立川しらだがやってる落語会の10周年記念やるから出てくれ頼まれて6月5日に渋谷の伝承ホール行きますよ。私見るだけで元取れると思いますよ。そうだね。さあ今日も11時半から生放送のビバリーヒルズ、高木富士です。負けちゃったんだよ昨日。左ポンダーってぶん投げられちゃったな。豊昇龍が意地になるね、やっぱり。そうですね、同じでしょんだよあれな、同期対決。ここまで順調に来たんですからね、連勝だって。逮捕と並んだからね、11連勝で記録が。で昨日勝ったのは新記録だった。で大野里も負けちゃったんだよ。そうですね、若手が大変だよ。ね、じゃあ帰ろうか。ここからさらにいろいろありました。はい、いろいろありました。高野原と、高野原とびっくりした。そうです、いざまでお送りしますが、さあ今お聞きしましたけれど、あの先ほどお聞きいただいたように高田先生のお供をしています。はい、しららさんがですね、鶴瓶師匠のお弟子さんの平次さんと金沢のお寺さんでやってる落語会が、お寺落語がね10周年になると。お寺落語か。はい、いうことなんですね。で、その記念に6月5日に渋谷の大和田伝承ホールで開催されます。で、いつもあのお二人を可愛がっている鶴瓶師匠も今回ゲスト出演されると。そうですね、心よくね、ということなんですね。出てくれるらしいんだよ、鶴瓶師匠が。出てくれますそれだけでも価値ですからね。価値がね、あるじゃないですけど。その前売りチケットなんですが、明日土曜にですねチケットピアで発売されますので、皆さんよかったらお求めください。お願いします。よろしくお願いします。私が見れますよ。私が見れますね。よろしくお願いします。そして金曜のお昼はこのコーナー、週刊 IQ クイズ。はい、じゃん。はい、1週間の芸能スポーツ情報クイズで出題します。リスナーとマッチャーの交流戦でございますが、今日共演してたらついに、だったら、見せなかったの。すみません。なんか帰ってこないで。はい、余韻がまだ。壁打ちテニス。何にも帰ってこない。打ったら何にも帰ってこないから。シュッつってボールが吸収されて。ちょっとすみません。今日見れなかったんで、誰と会ったのかなって今思いながら。確かに誰と会ったんだろうな、先生は、と思いながら。はい。はい。まっちゃんに誰と会ったんですか。教えろよ。自力で見ろよ、お前。テレビぐらい、お前。何でもかんでも人に当てにして、本当に長沢、みたいな。何でもかんでも。自分でやれよ、少しは。頑張って、長沢さん。スポーツコース1万円、芸能コース5000円を皆さんにプレゼントしております。はい、7勝9敗いけるじゃん。はい、そうですね、なかなかの成績だよ。本当もういい形ですよこれ、ね、いい形だよ。借金2です。でも7勝9敗というのはありえないからね、15日間だからお相撲は。ああ、そうか、相撲6勝9敗ですけど、普通は。中華じゃないですか。野球の原ダービーということで。原ダービー。野球の原ダービーで。ということです。原監督？原監督じゃないです。元監督？原監督、元監督じゃなくて、原ダービーの、勝ちのね、何勝何敗みたいな。参加してくださった皆さんには、勝っても負けても参加賞があります。今月は2000円分の図書カード差し上げます。2000円の図書カードいいね。はい。はい。じゃあ、まずは賞金5000円の芸能コースから参りましょう。はい、まずは芸能コース。はい、チャレンジャーしながら。近くにお住まいのゆきさんです。ゆきさん、ね、会社員の方ですね。うん、今日は仕事がお休みのために参加してくださっているということですね。おお、なるほど。はい、テレビを見なくなってラジオを聞き始めたと。はい、おお、なかなかいいね。ありがたいですね。で、好きなのはですね、まっちゃんの大人のシャンシャンとテイラー。ちゃんと聞いてる方ですね。もうじっくり聞いてる。どんな感じ、テイラー。Hi, I'm Taylor! これだけなんです。これが なぜかみんな好きな。これ、好評好評みたいで、私も。私、田舎の方の、ね、タバカ屋のおばちゃんいるでしょ。あのおばちゃんに評判いいのよ、これ。マギーシロ。マギーシロさん。いや、音楽で評判いいのよ。これね、タバカのおばちゃん、米さんという人なんだけど。先生見つけちゃ振るからね。見つけちゃ振るから。シャンシャンは大人のシャンシャン。
どうも。水飲んでんじゃん。なんで今水飲むタイミングだったの。もうご無沙汰してます。ご無沙汰でしょ。ご健在でございますかね。ご健在でつかないで自分のこと。大人のシャンシャン。ああ、お母さんが75歳、私と同じでしたって。はい。3月をもって介護の仕事を退職するので、賞金でご馳走したいということです。あ、いいことだね。じゃあ、ちょっとじゃあ、ね、シャンシャンから振ってあげて。あ、じゃあ、呼びましょうかね。まずは、ゆきちゃんかな。はい。はい、しかいない。こんにちは、お願いします。ゆきちゃん、お願いします。ゆきちゃんね、大人のシャンシャンが好きなの？はい。かわいいですよね。あ、そう。かわいい。かわいい。可愛いって言われると、ちょっと照れるなぁ。ゆきさん、今度飲みに行こうかな。今度飲みに行こうかな。お前が上がってどうする、うん、いやいや、今度飲みに行こうかな、今度かな、今度かな。でも、テイラーが一番好きです。Thank you, I love you, me too. 感じ悪いなぁ。I love Japan, 愛してまーす。テイラー好きなの、これ、テイラー。はい、可愛い。可愛いの。Thank you.ゆきちゃん耳が超えてるね、なかなか。さすがですね、超えてるじゃん。で、俺のタコ社長ダメかね。いや、ちょっとね。え、トロさん、返したトロさん。え、返したトロさん。俺のタコ社長ダメ。負けず嫌い。負けず嫌いが出た、ここで。負けず嫌いが出た。どうでした？はい、よかったです。よかったです。いいよね、タコ社長もね。ありがとうございました。俺のタコ社長も。そうか。タコ社長なんですね、先生は。自分で。渾身のやつって。ダダイさん、ダダイさん。渾身のものをね、タコ社長。ね。いやー、トロサカシさんは。よかったです。トロサカシさん。負けすぎる。あ、そう。あとは何ですか？お母さんがどうしたって？うん。はい、今月で退職なので。今まで働いてたの？はい。75歳まで働いてたの？はい。えらい、俺みたいだね、同じで75で。ねえ、よく働いたね。はい。俺、やぶさしてくんないんだよ、松村が。いやいやいや、75。また国産で。これから花ですよ、本当だよ。これから花ですよ。あ、そう。じゃあ、お母さんと美味しいもんでもね、食べたいもんね。はい。はい、じゃあ頑張ろう。じゃあ、音出してください。お、なんだそれ。お、フライパンです。フライパン。分かったら早く。フライパンで使う料理で一番得意なのは何ですか？目玉焼き。おー、いいね。目玉焼き。いいですね。なんか早押しクイズみたいな。力強かった。頼むよ、目玉焼き。分かったら大きく鳴らしてください。はい。はい、芸能です。はい。はい、問題は7問、4問正解した方の勝ちです。では参ります。週刊芸能 IQ クイズスタート。第1問。はい。お前が、ね、まあ、何？お前回答者だ、うん。はい。伝説の刑事ドラマが帰ってきます。出た、伝説の刑事ドラマ。伝説の刑事ドラマ。18日、織田裕二さん主演の大人気ドラマ。もういいのね。はい、どうぞ。あのね、踊る大捜査線ですが、はいはい、これいろいろひねって、いろいろひねって、刑事よろしく。え？ひねりすぎたの？ひねりすぎ、違いますかね？こんなぐねぐねって別の試合になっちゃったよ。違いますか？違うんだろお前。タケちゃん初の刑事ドラマだね。そうだ、刑事ドラマ日曜日のクイズ。そうだったね。脚本書いたんだよお前。日曜日8時。怒られたんだ。クズさんだから演出。だからふざけんなって台本読んで怒られたんだ。豪華メンバー。ふざけんな。刑事なのに俺だと一本聞いてましたもんね。さあゆきさん最後まで聞いてください。はい。はい。クズの監督に会ったらさ、やっぱり刑事よろしくで刺激受けて、俺はドラマ作家になろうと思った。なるほど。あれが僕の人生。そうですね。よかったんだよ、やっぱりね。ああいうのやっといて、作っておいて。俺めちゃくちゃでも。それ、影響を与えてるんですよね。そうなんだよ。だから不適切が生まれたんですよ、言ってたから。現代のキョンキョンも出ましたしね。そうそうそう。成田昌司さん来ますからね。密会したんだよ、俺、工藤監督が。密会してさ、ずっと話してたんだよ。それで？じゃあ行きますね。この先行きます。大人気ドラマ、踊る大捜査線の最新映画が今年の秋頃公開されることが分かりました。踊る大捜査線といえば、数々の名言がありますが、うんうん、では織田裕二さんが言った有名なセリフで、はい、封鎖できなかったものといえば何でしょうか。ゆきちゃん鳴らして。はい、ゆきちゃん、はい、どうぞ。レインボーブリッジ。はい、正解。はい、レインボーブリッジでした。何お前はな、ジャッジマンか。そうです、ジャッジマンです。何今の。はい、正解。レインボーブリッジですよ。お前プレイヤーだからね。プレイヤーですけど、プレイヤーだから答えれないんで。答えれない。ジャッジマンの頭。言いがかしです、ジャッジマン。今回の映画ではフリーマンって言ったな。フリーマンいたな。柳葉さんと、演じる室井さんが室井捜査官、はい、主人公ということです。今度、はい、え、面白いですね。織田裕二さんじゃなくて室井捜査官が主人公なんだ。ゆうすけさんともあるよ。知らない。何でも石山が知ってるわけじゃないんだよ。違う。何でも知ってるわけじゃないんだよ、石山。いやいや、ゆうすけさんともあるよな。流れがあるじゃない。調べてください、それは自分で。自力でやれって言ったから、何でもかんでも。はい、まずはゆきさんが先生です。いきますね、第2問。
幸せな結婚生活を語りました。幸せな結婚誰が17日バラエティ番組ドーナツトークに霜降り明星のせいやさんが登場しました。結婚したもんな、はい、この番組で奥さんへのプロポーズの話になり、せいやさんは大好きな曲、うん、幸せのラストダンスをかけながらプロポーズを行ったと話したのですが、うん、ではこの曲を歌っている歌手は誰でしょうか。幸せのラストダンス好きなんだよね。歌ってる人せいやさんがモノマネもよくしてます、はい、ゆきさん頼むよ。鳴らしてみて。はい。おサザン。おどうサザンのあのボーカルの人なんつんだ。桑田さん。はい。よかった。はい、オッケー。桑田佳祐さんでした。お二点だよ。二対で。ゆきちゃんね。リードしております。さすがでございます。では第3問です。架空の漫談で笑いを取る芸人さんです。架空の漫談、はい、明日23日 R1 グランプリ2024で優勝に輝いた町浦ピンクさんが、うん、町浦ピンクオールナイトニッポンゼロに初登場します。はい、町浦ピンクさんといえばピンク色の衣装が特徴的ですが、かぶってんだよ。では、うん、行きましょう。もうこれ一本欲しい。間違いないです、間違いない。裏筋としては、そう、裏筋通ってます。裏筋も裏筋も表筋も全部情報聞いてますから。はい、知ってるね、ちゃんと聞いてます、聞いてます。町浦的なやつ、町浦、路地裏の全部知ってる、路地裏の、はいはい、分かったね、はい、どうぞ。ハリセンペイさん違うんですか、路地裏のペイじゃないんですか。もう一つ、路地裏のペイじゃないですか。もうひねり、もうちょっとひねり、もうちょっと、もう一個ひねりでしたね。ゆきさん最後まで聞いてください。はい、では夫婦で着ているピンクの衣装がトレードマークのお二人といえば、はい、林家ペイさん、パー子さんですが、大喜利番組笑点でピンクの衣装を着ている落語家さんといえば誰でしょうか。そう、先週このスタジオに遊びに来ちゃった人、勝手にこれでいらっしゃってた。そうでしょ、そうなんですよ。俺のとこ買ってきちゃうんだよ、あの人は。帰って本場中、スタジオに入ってきちゃうんだよ、あの人。すいません、家の中でピンクの人って呼んでるから名前が分かんない。そうそう、ピンクの人よ。そう、息子がオーラク、息子はオーラクのお父さん。楽楽、息子がオーラクだから。ほら、オーラクのお父さん。渡る世間のラーメン屋さんはオーラク。ナイスヒント。お前ヒントは耳から神のヒントが食えました、ね、お前変な宗教やってる、変な宗教やってるの。耳からラーメン屋よみたいな、すごいヒントが来た。確かにと思って、私も適切にも程があるそう、コーラックさんでしたね、三遊亭コーラックさんですね。挙動不審なんでふわっと入ってきちゃうんだ、本番中に選手が来ちゃって。そう、変なお店、マスクして帽子かぶってから分かんない、スタッフもなんだか分かんない、見送ってるこう全員で、いきなり来たから高橋さんさーつって、本番中いいですね、高橋さんさ本番できるんだよって言ってさ、よく分かんない、いいっすね、気楽なんだよ。ビラビだけは昭和でいいっすね、そういうね。自ら歩いてきたらさ、有楽町に出ちゃったの。すご、逆にすごすごいよな元気。さあ3対0、ゆきさんリーチです。このまま頑張ってください。はい、強い、はい、では第4問です。ゆきちゃんすごい、 3-0 だよ。海外移住を表明しました。え、海外、はい、高橋先生、ましておはぴやふわちゃんだよ。ふわちゃん、ふわちゃん、ちょっと久しぶりだからよくわかんなくなっちゃった。自分でわかんないよくわかんないけど、とりあえず爪はかわいい爪かわいい。あのね、あのね、二人に大事なお知らせしに来たよ。あ、なに。実はふわちゃんね、4月から海外移住始めちゃいます。イエーイ。聞いたよ、噂、海外行っちゃうの。やばいんだけどさ、いろんな国に行きたいなと思ってるけど。ここで問題です。いかに問題だ、唐突ね、あんた。受けるでしょ、受けるでしょ、唐突なの。マジ受けた、マジ受けた。あのね、唐突、ここで問題です。唐突ね、問題問題問題、唐突ね、唐突唐突、唐突。私フワが最初に目指す海外の国どこでしょう。え、最初に行く国どこに行くでしょうか。そう、最初はオーソドックスだよ今。ドジャース、おっちゃらだった。ドジャース、ドジャース、アメリカ。松村、まずつまんない。いやいやいや、エチオピアかなと思ったんですけど、アメリカ、アメリカ。3対1。はい。エチオピアちょっと滑ってたけど。ごめんごめん、いやいや、そんなってしょうがないじゃない。いいね、長さもしょうがないじゃない、もう、どこの国だろうと。いいんだよ、もう話はスルーしちゃって、だから、もう、これクイズなんだから。流しそうクイズなんだから、もう、いいんだ、いいんだ、いいんだ。流しとかいいんだ、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 もう、ね。エチオピアまずやばくて。しょうがないだろ、エチオピア失礼でしょ、エチオピアの人失礼でしょ。いや、お前が失礼だ。エチオピア失礼でしょ。さあ、いきますね、3対1、ゆきさん、依然リーチです。じゃあ、第5問です。はい、個性派俳優が本人役で登場しました。個性派俳優が本人？タンコボキバキ。ああ、ケイちゃんの肌のおじさん。タンコボキバキじゃないの？肌のおじさん。違います。
タクボンだ。悪役違います違います。タクボンじゃない。悪役紹介タクゾン。またタクゾン。はい。どんべ。昨日ですね、ナイツ・ザ・ラジオショーにドラマ不適切にもほどがあるに出演した俳優の八嶋智人さんが、はい、登場しました。八嶋さんといえば過去に雑学を紹介するテレビ番組、はい、ばっちゃんトリビアの泉です。ゆきさん最後まで聞いてください。そのトリビアの泉の MC を担当されていましたが、うん、では八嶋さんと一緒にトリビアの泉の MC を担当されていた俳優さんは誰でしょうか。原稿バタバタしてます。高橋さん。高橋誰、はい、慶三、慶三セラマ高橋さんの高橋何、これはフルネームで慶三、慶三言ってた今、ちょっと間違った、高橋慶三、高橋源一郎、うん、高橋誰、ペーパー、ペーパーロイズ、まみちゃん、まみちゃん、はい、ちゃん、はい、高橋克実さん、はい、高橋克実さん、まみちゃん、まみちゃん、まだまだ大丈夫なのに頑張ってください。3対2、3対2ですよ。第6問、ほぼ同じ内容でお送りしました。そうらしいね、これな、はい、見てましたよ。同じ内容、20日バラエティ番組水曜日のダウンタウンで2週連続でほぼ同じ内容の放送をしたことが話題になりました、うんうん、番組ではあるミュージシャンの歌詞を全て書き起こす企画に、うん、聞いて書くんだよな、そうなんです、挑戦した、うんうんうん、お鳴らしたかな、なった、清原さん、おお、さあそのミュージシャン誰でしょう。3択でしたが見事、ね、清原さん、すいません、ありがとうございます。世界強い、強かった、さすがでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ゆきさんには賞金5000円と2000円分の図書カードをお送りします。ご飯いけるから。はい。ねえ。ねえ、よかった。じゃあ、はい、仕事が休みのため参加してくれております。クイズノーベル賞の番組で自分、あ、問題作ったことなんだ。自作の問題が採用されてる。すごいね。クイズ博士だね。クイズが大好きだそうですね。アタック25の予選会も参加しました。あ、すごい。クイズ好きなんだ。すごいですね。横浜はベイスターズが好きで、エレキコミック、片桐仁、ラーメンズ、あ、そうか。大好き。うん。浅香唯がまっちゃんやるか、浅香唯。浅香唯じゃないですね。え、私は浅香唯じゃないよ。書いたんですよ。スケバンデカじゃないよ。三代さん間違いです。三代さんです。浅香唯。三人四、三人四。三代さんです。マッチのものまでね。浅香唯です。やるじゃん。そうなんです。やるじゃん。やるじゃんじゃないし。三代目。全然似てないし。三代、ヒーヒーヒー。もうできんじゃん。三代目、ヒーヒーヒー。できてない。やればできるね。やればできてないのよ、今。やればできる。できてないね。やればできる。はい、それで、ビバリーは7、8年聞いてますと。はい。はい、それでいいね。ないですね。郵便局に当たられてんだ。ね。うん。じゃあ、呼んであげましょう。抹茶の先生、浅香唯でちょっと呼んであげる。うん。どうも、こんにちは。せいやさん。あ、どうも、こんにちは。こんにちは。浅香唯です。浅香唯です。よろしくお願いします。さんのものが好きなんだ、ね。この番組やってましたよね。せいやさん。クイズ好きなんだね。はい、あのクイズ番組はずっと好きです。これからですか、はい、小さい頃何やってたクイズって。小さい頃だと本当にあのクイズミリオネアとか、あ、ミリオネアか、 あと、うん、IQ サプリとかやってた頃はよく見てましたね。 IQ サプリ、おお、じゃあクイズ番組好きなんだね。はい、あの今でも結構あの見てますけども。タイムショックやなんか世代じゃないの。タイムショック。あ、タイムショックもあの好きですよ。わかる。あの、中山秀さんやってるやつでしょ、はい、僕ら、タミヤ二郎さんだから、ね。そうだよ、昔はな、タミヤ二郎さん。タイムショック。ショックなと、山口クイズグランプリ。クイズグランプリ。小泉博士だと。もはい、知ってますけど。じゃあ、詳しいんだ。はい。なんか落ち着いたシャンシャンみたいな喋り方だね。大人のシャンシャンみたいな。大人のシャンシャンだね。せいやさん。ちょっと、シャンシャンやってみて。やってみてくれる？大人のシャンシャン。ああ、そんな感じ、そんな感じ。大人のシャンシャンでございます。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。いや、出してどうする。若いシャンシャン。弾けるよ、大人のシャンシャン。丁寧なシャンシャン、大人の。丁寧なシャンシャン。じゃあ、あの、若いシャンシャンやってほしいな、久しぶりに。若いシャンシャン。うん。シャンシャンです。違うね。やる気ないね。シャンシャンだよ、もう。シャンシャンだよ。タラちゃんでしゅ、みたいな。タラちゃんだよ、それ。丁寧なシャンシャンだろ。丁寧な若いシャンシャンでしたね。そうです。制圧はどこでもないのよ、今。素晴らしいです。どこ行ってもせいや一緒だな、ほんと。じゃあ、音が出るもある？じゃあ、はい。あ、はい、なんだそれ。あ、これは、あの、呼び出しベルです。呼び出しベル。呼び出しベル。呼び出しって、誰呼び出すんだよ。これ、あの、このクイズのために、あの、買ってきました。偉い。かけてるね、クイズにね。さすが。君のスタイルはね。前向きだな。素晴らしい。じゃあ、行くよ、スポーツだからね。はい、よろしくお願いします。はい、29歳ね。はい、DNA ベイスターズがお好きだということでございます。厚木でございます。はい、あ、きょんきょん。ねえ、賞金の使い道はこの春中学進学するめいっ子にお祝いを。おお、偉いね。はい、では問題は7問4問正解した方の勝ちです。参りましょう、週刊スポーツ IQ クイズスタート。第1問、
日本人対決が白熱しました。はい20日はい何笑ってんのよ。なんで、はい、ちゃんとやってよ。言うとこだなと、いやいやおっしゃる通りだなと思って、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、20日韓国でメジャーリーグドジャースとパドレスの試合が行われました。はい、この日2番 DH で出場したドジャースの大谷選手は移籍後初のヒットを放ちましたが、その対戦相手となった日本人ピッチャーといえば、はい、ダルビッシュ投手です。では昨日行われたドジャース対パドレスの2試合目で、うん、見事大谷選手を打ち取ったパドレスの日本人投手といえば誰でしょうか。一人の、ね、はい、なった、せいやさん。松井裕樹選手。松井裕樹、はい、松井裕樹投手でした。連投、大きなフライでした ね、 連投連投ね。はい、さあまずはせいやさんが先制です。では第2問です。レジェンドメンバーが揃いました。おレジェンド。16日、プロ野球西武の OB 戦。西武の OB 戦か。そうなんですよ、はい、レジェンドゲーム2024がベルーナドームで行われました。へ、レジェンドたちはチームライオンズとチーム西武に分かれて、はい、ライオンズと西武ですね、に分かれて試合をしたのですが、うんうん、ではチーム西武の監督を務めた西武の OB の方は誰でしょうか。これ、まあ、ざっくりだね。2チームに分かれたわけね。はい、2チームでチーム西武の方の監督は誰でしょうか。ちなみにライオンズ、うん、ライオンズ教えてもいいの、はい、ちなみにいいの、はい、ライオンズの監督は田淵浩一さんでした。はいはい、ということは西武大坊ちゃん、はい、工藤公康さんじゃない、出場メンバーではありましたけれども、あかあかさあせいやさん、西武の、あ、はいはい、おなった、トンビ、トンビ、石田純一さんのトンビ、トンビ、トンビ、はい、ギリの、ああ、石田純一さんだったら東尾監督ですか。おはようございます。おはようございます、東尾でございます。東尾さんね、そうですね、東尾さんですか。トンビって言われたんですね、言われてましたね。前の日デストラーデが飲みに来てましたね、四ツ谷に。デストラーデが、デストラーデも出てました、うん、デストラーデ来てたから、前の日なんかいっぱい飲んで、アブさんで飲んでました。すごいな、アブさんに行くんだな、みんな。はい、せいやさん2対0リードしております。デストラーデ一人で来てるんですよ。すごいですね。もうあの周りがつまみなんだった。つまみは枝豆と肉じゃがと枝豆とあのイカの乾いたやつですね。イカの乾いたやつ。あれが好きらしいです。あれが好きらしい。本当かよ。はい。三対零です。第3問。引退をかけて戦います。引退？16日格闘技イベントライジンの記者会見に、うん、7月に対戦予定している朝倉未来さんと平本蓮さんが登場しました。試合に負けたら格闘技人生を引退すると発表した朝倉さんですが、うん、そんな朝倉さんが開催している1分間の試合で最強を決める総合格闘技の大会といえばブレイキングなんでしょうか。おい、まっちゃ知ってる、ダンスじゃない、あ、ブレイキングダンス、ダン、ダン、ダンシ、ダンス、ダンケイ、ダンケイ、立川ダンケイだよ、ダンス、あ、はい、セーフ、ブレイキングダウン、ダウン、あ、ダウンですか、ブレイキングダウン、ダウンなんだ、なんですね、7月埼玉スーパーアリーナで行われるということです。3対0、いや強いよ、3-0、素晴らしいですね、まっちゃん、ちょっと達人ですね、ちょっと勝たないとまずいよ、ちょっといきましょうかね、1問2問いかないと、ちょっとエンジンかけようかな、エンジンかけちゃう、ブルン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 、かかったかかった、オッケー、うるさい、かけたらうるさい、厳しいから、ね、自分からね、仕掛けに行ったの、中間管理職だから、しょうがない。第4問です。はい、何でしょう。監督からのご褒美です。プロ野球日本ハムの新庄監督が自らをモチーフにした看板をエスコンフィールドのレフトスタンドに設置したことが分かりました。看板をエスコンフィールドに、はい、新庄監督の新たな試みとして、うん、この看板にホームランボールを当てた選手には特大ホームラン賞がプレゼントされるのですが、そうなのこれ、はい、ではプレゼントされるものは一体何でしょうか。いや、これ当てればいいわけ、はい、ホームラン打って、はい、よくね、あのスポンサーさんのね、うん、オープンハウスとかやってるじゃん。あ、そうです、はい、オープンハウス、うちのスポンサーだから、そうです、オープンハウスやってるよ、はい、でこれをこれでやるわけね、はい、新庄監督ので当てたら何がもらえるかってことっていうことでございます。そういうことです、はい、はい、はい、おもちゃん、ドサンコラーメン、違うじゃないですか。ラーメンもね、なんでドサンコラーメン、新庄監督の背番号にちなんだ
ものです。背番号は1でいいんだっけ。はい、1でいいんだよね。ってなんだろうな。そういうことはだから、はい、じゃあせやさん1番 1だよ。はい、1背番号1にちなんだ、多分数字が書いたんだ。1で、だから1で何番。1番。難しいな。それを3つ並べたら1111。優しい先生。え、いいんだろ。はい、私が分かんない。多分で全員分かってないと思いますけど、111万円。111万円なんだ。チェックされるということ。あ、そういうことか。はい、そういうことです。ワンワンワンって。だから111で111万円。あの、背番号1にちなんで、1の3つのバッティングで当てたら。あの、ホームランで当てたらですね。でもいいんだよね、今までな。はい、ワンワンワンで。頭に浮かんでましたね。あ、111万円ってね。そういうことでございます。もういいよ、皆さん覚えましょう。はい。もういいね、せや。あんまり余計なことやらない。はい。ボロが出るからな。はい、ということで、現金1万円と2000円分の図書カードをお送りします。よかったね。よかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。はい、めんこさんにプレゼント買ってあげてくださいね。そうですね。はい。はい。またね、せやさん。はい、お仕事も頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。渡辺美希です。渡美が新総合居酒屋を始めました。東京大井町の駅前にオープンした渡美のこだわりの恋愛は、焼肉の上村牧場、お寿司の寿司の輪、四川中華のワンズガーデンなど渡美グループの人気専門店が集結した新しいタイプの居酒屋です。サントリー山崎12年渡美ファウンダーチョイスも楽しめます。アパートマンション空いてて困った、どなたか借りてくださいな。それならザ・ディーブ、築年数問わず空いてるお部屋借り上げます。一部屋からの賃貸保証はディーブライフ21のザ・ディーブにお任せ。045-325-5600。ザ・ディーブ。中川家のレイジです。剛です。今日の中川家ザ・ラジオショー、ゲストは M1 準優勝のヤーレンズ。デイ君は本を出そうとのコーヒー好き。こだわりも聞きたいね。奈良原君はデートした女性からあんなヤバい人なかなかいないって言われたらしいよ。モテないエピソードも聞きたいと思います。放送は今日お昼1時から。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの星野さん、お願いします。はい、首都高速道路は3号線の下りの渋谷で乗用車の事故のため渋滞しています。それでは霞が関から東名高速中央道方面へのルートです。霞が関から事故で渋滞している3号線を下ると東名高速海老名ジャンクションまでは1時間40分、霞が関から4号線を下ると中央道の八王子ジャンクションまでは1時間35分です。次に横浜線の上りの浅田で大型車と乗用車の事故のため渋滞しています。みなとみらいから銀座までのルートです。みなとみらいから事故で渋滞している横浜線と羽田線を上ると銀座までは1時間15分、みなとみらいから湾岸線を通り有明ジャンクションからレインボーブリッジを渡ると銀座までは1時間です。日本道路交通情報センターの星野でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は1時30分ごろ中川家ザラジオショーの中でお伝えします。爆笑オンパレード、5月18日土曜ラインキューブ渋谷で開催。ナイツ、アンタッチャブル、おぎやはぎ、三四郎、モグライダー、ラバーガール、吉住、ザ・マミー他多数。詳しくは日本放送イベントホームページまで。続いてはラジオリビングです。今日は決算特別価格ミラブルプラスのご紹介です。増山さん、お願いします。はい、お伝えします。今週は年に一度の総決算セールを開催中。最終日の今日は1月の初売りで予定数が即日完売した大人気商品を緊急入荷、決算特別価格ミラブルプラスをご紹介します。一度はご覧になったことがあるんじゃないでしょうか。女性の顔についた油性マーカーのインクにシャワーを当てて撫でるだけであっという間に消える CM、 ホテル、旅館、温泉施設にもたくさん導入され愛用する著名人も多くいる大人気ブランドです。
そんなミラブルは値引きを一切しないんですが、今回総決算セールということでメーカー全面協力のもと奇跡的な価格が実現しました。決算特別価格ミラブルプラス、通常 44,990円のところ税込み 33,990円、また最新モデルのミラブルゼロも税込み 43,890円の割引価格で用意しました。しかもミラブルゼロには特典もお付けします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 番までどうぞ。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。あ、ケチャックダンス、なんかワクワクする。あれ、白夜って聞こえる。ワクワクするのはゾウさんが目印の白夜処方第2認定ナンプレ252台シリーズ。声は大きければいいってものでもないですが、ナビは大きな画面が嬉しい。ストラーダは10インチ大画面に高精細な有機 EL ディスプレイで地図も映像も美しく、なんと500車種以上に対応。みんなの車に楽しさ広がる大画面、新ストラーダ。パナソニックオートモーティブ。紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買い取りはカメラの北村。タッチデゴー新幹線ならあなたのスイカを登録するだけで自由席にいつでもすぐ乗れちゃいます。簡単便利なタッチデゴー新幹線でぜひお出かけください。スイカで乗るならタッチデゴー新幹線。すくすく育て子どもの未来健康プロジェクト。この番組は子育てに日々奮闘しているママやパパ、そしておじいちゃんおばあちゃんご近所さんなど子育てに関わる皆様に役に立つ情報を提供していきます。放送は今度の日曜朝6時4分から。続いてハロー千葉です。小田さんありがとうございました。あの人にお花をプレゼントしたい。だったら茨城のお花ね。茨城のお花？バラや菊にカーネーション、グラジオラスなど茨城はお花がたくさん栽培されているのよ。へー。あ、お花屋さんだ。すみません、茨城のお花ください。ちょっと、お花もいっぱい茨城。 JA グループ茨城。はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。
代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績。拓亮建設グループ。TR コーポレーション。で、今すぐ検索。はい、銀河に抱かれてというものでもない。そしてメールもですね、昨日のあの高枝豆鬼越のライブ、はい、私も行ってましたけど、ロビーで佐川先生お見かけしましたけど、怖くて声もかけられない。私には弱者が声かけられます。怖い人ばっかり出てるし、相まって内容も相まってね。はい、そう。それでは、はい、当選者の発表です。まずは白鶴酒カップ、はい、阪神タイガースラベル 200ml の当選者です。いいね、うん、秦野市のトントンさん、坂戸市のどうでしょうさん、うん、相模原市のゴルフ大好きおじじさん、はい、江東区翔子さん、東村山市虎吉さん、以上5名様、はい、おめでとうございます。そしてタイガースのラベルのね、はい、白鶴ですね、はいはい、あとは長澤貴弘さんの冒険、はい、本のプレゼント、本ですね。当選者は足利市の年子丸さん、杉並区豆乳まみれさん、中野区のプチウルフさん、以上3名様、はい、おめでとうございます。はい、います。そして金曜日はいつも通りこうやって募集しますね、はい、週刊休憩時とオールスターでしゃべり回答です。クイズは芸能、スポーツ、希望のコスト、電話番号忘れずにお願いします。はい、そういうことでございます。そして、はい、来週のラインナップですが、まず月曜日は今歌っておりますが、はい、タブレット順が登場してくれます、はい、そして火曜日はマリアさんがゲストでございます。はい、そして水曜日は岡崎由紀さん。岡崎由紀さんですね。お前らが世代だから、もう紅白歌のベスト10の赤組のキャプテンですよね。そうだよ、白真っ赤な太陽に白ぽっかり白い雲です、ね、そして木曜日、はい、はい、木曜日ナイツさんお休みということなので、私が登場、高田先生が清水みっちゃんのお相手なんですが、火曜日担当の森さん中、黒沢和子さんも出演する。3人で、3人でね俺と清水のみっちゃんと黒沢と楽しそう、はい、音楽道場破りのテーマ、お久しぶりリクエストでございます。お久しぶりでテーマね、久しぶりリクエストですね、はい、募集中です。そして金曜日は11時時代には先日開催されましたお笑い有楽町の優勝者 TC クラクションが登場です。そして12時代にはトム・ブラウンがやってきます。来週ですね、はい、そうなの、2組ゲストいらっしゃいますので、すごいな。そしてこの後1時からは中川家のザラジオショーです。今日はヤーレンズさんです。ヤーレンズだよ、はい、ということです。引き続きぜひね、日本放送を聞いてください。はい、ではナイツの番組が来週だ、1週間、はい、あれナイツさんが休み、ナイツもね、はい、代演で毎日近場にで白ペラかも来るらしいからね、お楽しみと。で、もちろんもういよいよ野球も始まりますね。そうですね、始まりますんでね、阪神、巨人、東京ドームもありますんで、はい、大丈夫ですか。いや、大丈夫です。オープン戦がもう関係ないですからね。はい、ね、オープン戦関係ないです。長澤さんも今日までです。素敵な週末を、はい、今度月曜日です。はい、はい。